うっす、濱家です。今日はですね、あるものを使って僕の大好きなね、とあるお酒を作っていきたいと思うんですが、まずそのとあるものを取った捕獲シーンがあります。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。そのつけるものがこちらです。まあ、ちょっと冷凍しとったんでまず出しますね。よいしょ。うわ、すんごい、よいしょっと。で、ちょっと洗います。で、鱗って剥げないって聞いたんですけど、一度冷凍したせいなのかね、鱗も剥げますね。ちょっと剥げそうだったら剥ぎます。剥げちゃう。新発見、ヘビは冷凍すると鱗が剥げるんで、皆さんもやる際はまず冷凍しましょう。すげえ気持ちいい、ほら。あ、そうだ、ヘビの紹介してねえよ。ちょっと先にね、ヘビのご紹介をします。ほとんど剥げちゃったけど。で、こちらのヘビが選ぶ海ヘビというヘビで、ハブのね、70倍の毒を持つそうです。で、口とかが小さいんで、そんなね、凶暴性とかもないらしいんですよ。でも噛まれたら死にますよみたいな。で、こっちのね、小さい方がアオマダラウミヘビって言って、これもね、毒性が強いんですが、おとなしいそうです。ほら、顔も結構可愛いですね。これ俺何ウミヘビって言ったっけ。これ選ぶウミヘビです。で、こっちの鱗は冷凍しても剥げないですね。選ぶ海蛇は剥げるのに、こっちは剥げない。脱皮のその前後のあれとかもあるんかもしれません。とりあえずこの全部鱗剥いでいきます。よし、これで大体の鱗が剥げました。とりあえずですね、今日はこの2種を漬け込んで、まあ、海蛇種、海蛇ハブ種を作りたいんですけど、本当はね、こうずっと生かしておいて、胃の中とかきれいにして、その後口の中にね、酒を入れて、全部きれいに洗うらしいんですが、もう今日お腹割っていきます。その方が確実だから。じゃあやっていきましょう。いこう。で、この選ぶ海蛇の、どうしよっか、お腹割ってみようかしら。いけるかな。硬いけどいけますね。よいしょ。おい、あ、怖い。え、これ歯抜いてくれてる、歯抜いてくれてるのかな。あと、はあ、鱗がない分やっぱ切りやすいかな。まあでも切れにくいな、サメ肌みたいな。結構あばらがしっかりあって硬いですね。よっ。おう、これ毒とかあったらマジビビりますよ、僕。ビビる前にもう死んじゃうね。もうほら、だってもうこんなところからもうずっとお腹ですよ、これ。長っ。汚っ。臭っ。これ大丈夫か。すごい、ほら、めっちゃ緑。大丈夫？いけちゃう？ね、めっちゃ死ぬほど臭いかって言われたら、正直ね、鮮度悪い魚の方がよっぽど臭いです。で、ここにね、お尻があるんで、ここまで腹ですね。じゃあね、軽くこの包丁でお腹を出していきましょう。
これを出すことによってやっぱ臭みとかね、そういうのがなくなると思います。これ魚でいう胆のうかな、めっちゃ緑なんだけど、でもめっちゃ緑のとこちょっと切り取りますね。もうこれこれでせっかくね、美味しく漬かるはずのハブ酒が美味しくなくなったら硬っ、めっちゃ硬いほら、硬い、ほら硬いぞこれ。で今ですね、お腹をね、出してたんですけど、僕ね指逆向けいっぱいしてるんですよ。あ、この血見て、え、これついて大丈夫って、めっちゃね冷や汗出てきて、で急いでね送っていただいたリュウさんに大丈夫ですかって確認したところ、唾液腺っていうね口の中にあるとこだけに毒があるそうなんで、この血がねついたところで途端に死ぬとかそういったことはないようです。きっとほと安心ですね。でその唾液腺というのがね、この口の中に入ってるそうなんですよ。そんなもん怖いからもうね、ちょっとここらでここ切っても大丈夫かな、切るも怖いな。あ、こう見えてねなかなか小心者なんでね怖いよ。でまあ大体お腹が、取れました。じゃあこれ洗っていきましょう。薄皮がついてるんですね。でこれ唾液腺大丈夫、これ大丈夫じゃないんじゃないか、どうなんだい、取るのが怖いぜ、長めに切ろう、怖い。でとりあえずこれで処理は OK。 で瓶の中にも、入れていきましょう。よいしょ、こんな感じかな。で、あの蛇の中にねこれだけの内臓が入ってました。かなりの量ですね。ではね、こちらの青なんとかさんも、やっていきます。これもね容量は一緒ですね。もうお腹を出していくだけです、この長いお腹を。ちょっとね落としちゃおうかも、怖いから落としちゃう。断面図はこんな感じ。リュウさんはこの口でパクパク指入れて遊んだら死んじゃうよっていうことでした。じゃあ全部お腹出していきます。もう2回目ともならば容量をつかんで大体わかります。なに、なんか出てきた。なにこれ、あれ穴子か、くさ、うわ、やばー。なんとですね、見てください、ほら蛇の中から穴子が出てきました。穴子合ってる、違うかな、魚、穴子系の魚が出てきました。これめっちゃ臭いです。いや、お腹割って正解でしたね。もう見て、ほらお腹ぺっちゃんこなりました。だから合わせて伸びてたんですかね。もしね、お腹割らずにね、そのあれしようとしてたら臭くてクエン酒になったはずです。割って正解でした。あ、さっきより臭いわ。でこれも同様お腹出していきます。よし、 OK。 で見てください、これね、これとでっかい穴子みたいなのが入っとったんですよ。で洗いましたら、これも瓶の中にポイッと、でこんな感じで、なんかね、もうただの僕の気のせいだと思うんですが、なんかもうこの頭がポワンとしていて大丈夫かなみたいな、そんな心配があります。まあそれはさておき、このままつけるだけで割ってもあれなんで、ちょっと唐揚げを1種類ずつ一口ずつ作ってみようかなと思います。ちょっともう一度取り出してやね。一口ずつね、これね、食べたくないから一口じゃなくて、ほらお酒にするんがなくなっちゃうから一口ね。これもう一回戻します。で、こちら皮を剥いで、今度骨ですね、骨だぞ。でこっちの選ぶ海蛇の皮も剥いで、わ、こっちの方が簡単に剥げた。で見た目も綺麗ですね。で2つともちょっと塩でもみ洗いします。
で流します。で水気をきれいに取って、でまあ塩コショウ、これで片栗粉、こう見たらもうただの鶏から、こっちの細い方が青いやつ で、 こっちが選ぶ海蛇で、本日ご用意したやつがこちらです。一応青森の一種、青森かな、うん、でこれが44度あります。で、お魚ハンターのリュウさんがですね、30何度の青森くれたんですけど、40度以上じゃないとその腐っちゃうそうなんですよ。だからちょっとネットでね、買ってみました。これをね開けたいんだけどね、どうやって開けるんだこれ、なんかチャックついてる、すごい最近の青森はこういうチャックがついてるんですね。過去の青森はまあ知りませんけど、よいしょよっ。これ後ろをご覧ください、ほらこういうね、普通の普段の晩食は1リットルまでということで、で見てほら 9% までなんですよ。これ44度だったら 44% だからもうちょびっとしか飲めないっていうね。まあいいんだ、それ体のためだから。はい、じゃあ青森入れていきます。入れすぎもあれなんでこれぐらい。はい、じゃあこれは、蓋をして、よし、蓋をします。じゃあこれでね、約半年間寝かしておきます。でハブ酒は非常にね需要競争にいいそうで、まあいろんな場面で活躍できることでしょう。で使った感じはこんな感じです。お腹も割ってるんで臭みも出ないでしょう。ちょっとね血の色が出てんのかな、良くないかも。じゃあこれは半年後のね暴飲暴食とかに登場すると思います。ではこれは半年後、よし、じゃあハブ酒はできたんで唐揚げを揚げていきます。まあ前回の思い出がいっぱい残ってますが、カラッと強火でね骨が食えるように。もうこうやって見ると普通に美味しそうだから。はい、じゃあハブがカラッと揚がりました。よし、どっちがどっちだろう。あ、こっちが多分青い方で、こっちが選ぶ海蛇ですね。ではお皿に並べて、はい、蛇たちの唐揚げです。それではですね、いただきます。まあ、せっかくなんで、この松といただきます。青森だね。44度は飲んだことない。ああ、入れすぎたかも。今日の晩酌許容量を超えた。乾杯。匂いで酔いそうだ。強いなぁ。いやー、沖縄の方はこれを飲むっていう慣れですかね。すぐ酔いそうだ。でまずこれから、青い方から。じゃあ人生初ヘビいただきます。うん、ここまで揚げても真ん中の骨は硬くて食えない。味は骨だらけの鶏肉と魚の間の肉で骨だらけです。そんなねめっちゃ美味しいかって言われたらそうかなっていうぐらい。じゃあ次このあれいきます。おお、こっちはね、硬くて何も食べれない。
寒いの。うん、まずくはないんですけど、全然肉がそもそもついてないんですよ。あ、うん、もう背中の肉ちょっとだけついてる。うん、美味しいです。骨なかったらね、普通に抜群に美味しい。塩コショウもよう効いとるし。うん、まろやかさと、うん、深みがあります。読んだだけですけどね。皆さんこんな感じでした。とりあえず半年後をお楽しみにしてください。僕がまあ半年後にね、どれだけ老けてるのか痩せてるのかっていうのも一つのね、あの YouTube ってこう成長見れるっていうのが、まあそれも一つの楽しみだと思うんで、そこもね、ご覧いただければなと思います。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。じゃあさよなら。あ、リュウさんありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ではね、バイバイ。